プレ、日本選手権は、新日本プロレスが1978年11月17日から12月16日にかけて開催した、プロレスのリング戦である。新日本プロレスを創設したアントニオ猪木は、プロレスラーの実力日本一を決定する、日本選手権大会の構想を、長年計画しており、その準備段階として、 新日本所属選手とフリーの日本人選手を中心としたリーグ戦、プレ、日本選手権の開催を発表した。しかし、新日本プロレスと冷戦状態にあった全日本プロレスのジャイアントババは、初期の呼びかけに応じず、当時提携していた国際プロレスに協力する形で、国際プロレスが同時期に開催した日本リーグ総破戦にジャンボツルタラの選手を派遣。 対抗意識を強めた。しかしその後、国際プロレスと全日本プロレスの間に不協和音が生じたこともあり、日本リーグ総派戦優勝者である国際プロレスのラッシャー木村が代表の吉原子と共に12月16日に倉前国技館で行われたプレ日本選手権決勝大会に来場し、両リーグ戦の優勝者同士による真の日本一決定戦をアピール。 12月26日には新日本プロレスと国際プロレスによる日本選手権シリーズを翌1979年に開催することを発表し、馬場にも出場を要請したが、馬場の出場はもちろん日本選手権シリーズも実現には至らなかった。大会は広松田をリーダーとしたフリー選手による狼軍団と新日本プロレスとの軍団構想の様相を呈したが、 その戦い方をめぐって、狼軍団内部にも対立が生じ、ストロングスタイル主体の広松田派とラフファイト主体の上田馬之助派に分派するという騒動もあった。大会は予選リーグと決勝トーナメントに分かれていた。以下の12選手による総当たり戦。当初は、広尾田こと、安藤も狼軍団のメンバー候補に上がっていたが、グリーンカードの申請中で、 アメリカから出国できず不参加となった。試合は1試合45分一本勝負とし、勝利内容に応じて勝ち点を与える方式を採用。全11試合終了後の勝ち点上位8人が決勝トーナメントに進出する予選リーグ上位8人に加え、予選免除のシード選手としてアントニオ・イノキと広松田を加えた10人によるトーナメント戦。決勝のみ60分。 他は45分に1本勝負だった。決勝戦は予選シードの2名によって争われ、猪木が松田を万字固めで下し、優勝を果たした。ありがとうございます。